そんな合わせなくていいんだから。そうなんですよ、合わせなくて。あら、ナイス。これも左有利だね。うん、なのかな。一目の目はレフテに優しいのか。あ、もうちょっと欲しかったね。これは旅人様からでございます。86m。 僕糸井の森で一番好きなコースですよ。広くて爽快でもう半端ない。うわー、ちょっと方向は間違ったが距離感はバッチリ。いや、距離感バッチリじゃないですよ。行き過ぎです。行き過ぎです。あれ予定だったのにちょっとカットされちゃいました。ただ気持ちいいです、あんなに上がって。ナイス。どうでしょうか。いや、めっちゃいいっしょ。めっちゃいい、めっちゃいい。大会用、大会用。これどんな映像になってるのか想像つかない。まあ、想像つきませんね。カットの位置はそこにあります。難しそう。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あ、ちょっと上がったか。大丈夫かな。はい、じゃあ次僕行きます。ここいいな、でもあんまりコブがないので。あ、もうちょい、もうちょい、落ちろ。あ、落ちちゃった。そんな合わせなくていいんだから。そうなんですよ、合わせなくて合わせる必要はないです。はい、44です。44です。トータル27。ダリヒさんは28。まずまずでした。まずまずですけど、まだまだですね。はい、エンディングです。はい、お疲れ様でした。今日はあの初のあの GoPro を使っての撮影でしたけれども、はい、どうでしょうか。重たいですね、非常に。重たくて中に入ってきて、風で飛んできたんだろう。皆様にお知らせがございます。はい、ジジババファッコさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私、モナ君なり、ダリヒさんなり、あとは愉快な仲間たち、皆さんが、キャラの濃い方ばっかりで、皆さんとどこまで笑いのツボを取れるか分かりませんが、お楽しみいただければと思います。私もよろしくお願いします。次は、ジジババファッコル、ピポットハイでお邪魔できると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございます。